どうも、井上真でございます。どうも、データマンのノーミルク佐藤と申します。っと、この間は移籍探偵今度はデータマンでございましたけどもね。はいうん、はい、今日のは何でしょう楽しくサッカーを見るために見るワーカー、こちらどん、ドン !J1、歴代防御率ナンバーワン無失点数ナンバーワンゴールキーパーは誰だー歴代防御率 要はもうまあそれも歴代 J1 に所属した全ゴールキーパーの中で最も失点してない人と失点しなかった試合が一番多い人は誰だって二2つのランキングを今日はちょっとやっていきたいなと思います。これでものね 新しくなったこのエンブレムも出てますけども。まあ一体どういう意味なのかってことはまあおいおいわかると思いますので見ていただければ。そうですね。みんなで関係ある話ってことでございますね。そうですね。はい。ってチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ってことでまた防御率見ていきましょう。こちらでございます。はい。はい。こちらゴールキーパーの防御率ランキングでございます。はいはいはいもちろん、本当に本当に全員入れちゃうと大変なので。 あのーまあ、一定試合、まあ、5400分っていうのをつ目安にしてみたとてところはあるんですけど、分でのちな60試合になるのかな、2シーズンぐらい、フルで参戦したことはあるよっていう方々を入れてみましたよと,と言いますと、なんか野球の、ね、ピッチャーのみたいなのが、あれ、そう,そうそうそう、いや、これ、分かりやすく言<ー>イと。はい 90分間で1失点だったら、いわゆる防御率は1.00ということになります。ああ、なるほど。そういうことでそうで、そうね、2試合で1失点だったら0.50みたいなことです。わかりました、わかりました。はい。1失はい。超えてない人っていうのは1点取られてないってことだね。そういうことです。だから、この中でと1位、2位は、すごいですよね。 信じられない感じになっておりますと。ただこれ、トップ10だから、まあね、1点ちょいしか取られてないっていうのが、キーパーとしてもものすごいような方々だというところで、ちょっと見ていこうかなと思っております。確かに、そうか、1位でも0.89は取られるってことだね、それがサッカーってことだね。 そうういもんですね基本的に1試合1点は取られるもんです。覚えておいてもいいのかもしれないですね。超一流の方々ですってことね。じゃあ右側の4人から見ていきましょう防御率1.101.111.12の4人でございます。まずはこちらの皆さんせーのとん。林拓したくそのしじまるさん曽我はださん中村光介さんの4人でございます。時代問わずってことですよね歴代ななんでびっくりしたるほどね。 そうなんです。ははで、その時の所属カテゴリーも問わずってことですよね。そう。一応 J1 にしてるんですけど、ここに書いてあるのは最終所属だけは、このログエブレブレさせていただいてるって感じそういうことですじゃあ、清水の時だっけそうだと思いますね。はい。ということでございます。清水だっただ。はい。そうだったと思いますね。うん。 あと、例えば、林拓人選手なんか、広島だけじゃなくて、あの仙台とかでもやってらっしゃいましたから、はい。まあ、でも一応最終所属のエンブレムでかかっていっておりますよと。ここの皆さんが大体、1試合平均1.101112っていうところでございますね。うんうん、まあ、だからなんだって言われたら、なかなか言及が難しいところでございますけど。そうなんですよ。はいそうことでしょそこをちょっと皆さんに知っていただければっていうので、まあ、バンバンやっていこうと思いますので、はいはい。ちょっとずつ開けていこうと思います。 成績ということですか。これ要はそうですね。60試合以上出た人のそう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 。一応、はい、ヨーロッパでのとか入れてないっすけど、うん、一応 J リーグでのってことですね。すごいなそれでいうとうんもう現役時代を全部かけていって1位に抑えた人たちことでしょう。すごいね。すごいわ。本当。これなんか PK も含まれちゃうってところがあるので。 ああそうだ大体、ね、いいここら辺の皆さん PK 抜けば1以下に抑えてる方々と見てもいいかもしれない、ね。はあはあはあ、そして続いて今度6位のお二人を見ていきましょう1.09、うんはいはい、組でございます。お二人こちらドン、うんえー、スンテさんとパク・イルギュさん。はいはいはいすごいね。のまあ最近なお二人もちょっと入ってきましたよというところでございますと。でちょっとここまでがね1.09101112とつながってたんですけど、うん。うんはい 次かな防御率1いのところね、この3に行きましょう、せーの、ドン。いや、入ってきましたね、若いところ、大迫圭介きました、そしてあとは、これこれ神戸になってました、これ福岡です、すみません、村上選手、あとは、元ね、周りの人がやってらっしゃった榎本哲也が入ってまいりましたと。 なんで、ここの3人が実は今もう言っちゃえばですけどなんと日本人の最高クラスということになります。なるほどということは J リーグに来ていた、いるあれだということですね。現役の選手の場合はまだまだ縮められる可能性もあるってことですね、そうですね、なんで村上選手、大迫選手あたりは1切っていく可能性も全然多いあるんじゃないですか。ということで、じゃあ切ってるお二人、見ていただきましょう、2、1でございます。 せーのと、ョン・トント・ンリョン選手、バンズワムさんでございます。そっか、やっぱ黄金時代のね、チームでもあるっていうことでしょ。ジュビロのあのね、2000年ちょっとぐらいのところの、はい、まあ黄金期を支えたゴールキーパー、バンズワムさんと、はい ま、2017、8、20、21と優勝したフロンターレの守護神、チョン・ソン・リョンなるほど、なるほど。やっぱ上位で過ごすってのはやっぱね、当然ながらやっぱキーパーの存在が上位に後押ししてるってこともありそうだなと。チーム自体の防御率も高かった。攻撃力が強かったってことですもんね。そういうことですね。なるほど。はい、という防御率ランキングでございました。なんかでもいろんな側面がこれ見て取れるんじゃないかなと思いますよね。そうですね。はい、いろんなチームでコツコツ上げてる人もいるわけでしょ。 確かにね。ということでございました。今日で、はもう一つなんですけど、今度、こちらでございます、ドン、ゴールキーパー、無失点試合数、あなた、なるほどね、ちょっとまとめに言ってんのに、なんか遮られるなと思ったら、あったわけですね無失点試合数、もうその名の通りで、単純に完封試合が多いランキングトップ10みたいな感じになっております。ってうことで、じゃあ、どんな選手が完封試合が170人あるってこと、1位は。 そうなんです。重要8 5すごいですね。そう。ということで、じゃあ、まずトップ10の中の右側4に7、8、9、まず84試合出てるっていうことでも、とんでもないすごいこととんでもないですからね、キーパーでね。ということで、こちらの皆さんでございます。せーの、トンうん。え、ョン林さん、ゴンタさん、キムジンヒョンさんということでね。はい。やっぱ各チームで守護神として 長らくまあそりゃそりゃそうな話なんですけど特にソン・リョンさんキム・ジンヒョンさんもずいぶん長いことフロンターレツレスンやってこられてまして、で基本やっぱチームの形としても失点あんまりしないチーム構成にもなってますからもちろんこのねそれぞれのキーパーの皆さんの力があってこそっていうのもそうですけど、はい、多分なんかセーブとかだけじゃなくてうん、うん、ある程度コーチングとかもできてないと。<laughs> なるほど ディフェンスの方を動かすみたいなところもできないとこのランキングなかなか入ってこれないのかなと思いましたのでーう1の力ってことだよね。ということですね。続いて今度真ん中3人10129の3つ3人いきましょう4位5位6位の皆さんはこちらでございますせーのドン川口芳和さんそれこそ海外もあったりとか J2、J3 の経験もあるんで、そっちはだからこのランキングは一応 J1 限定のものだから、そう。入ってないにもかかわらず100以上のものあって入ってこられたというところがありますよと。すごいですね。そして東口さんもなんとなく納得な感じはありますよね。あの、ビッグセーブ連発なんての頑張るよく見ますからね。こんな皆さんがうだ入ってきておりますと。あ、じゃあ1位だけ除いて、残り2位と3位を先に見てしまって、ね。 最後一体1位は誰なのか皆さんに予想してもらおうと思います。2>, はいはい、2位、3位はこちらでございます。どん佐賀畑さんと楢崎さん。やっぱりこの辺は。うん、入ってこられますよね。はい。まあ、これで代表の経歴から考えたら、うんうん、川島栄二となっておかしくはないんですよ。あ、1位がってことです本当だったらね。そうですね。 ただ川島さんは長いことヨーロッパでやってるので確かにこれはちょっと予測しましょうよこれやっぱり名古屋で長崎さん長かったね長かったそして菅原さんもずっとレギュラーでしょでしたねということでやっぱりすげえおなじみなはずなんですよねそうなんですよね複数チームに移籍しながらもずっと守護神でやってきた、うん、あの男が日本を中心にってことですもんねそうですね日本ですね、うん この選手でございました。はい、皆さん見ていただきましょう。はい、無失点試合数ランキング大、うん、堂々のトップ。はい、ナンバーワンこの選手でございました。はい、せーの、たん西川修作選手でございました。そういうことだよね。<ー>納得納得。 ね、なんでポッと出てこないんだバカだな、俺。<laughs> そういうことか、こう超納得ですね。大レジェンドですよね。こういうとこ見たらね立。立派だな。それであの笑顔だから、ねうん、選ぶらない感じとかね。素晴らしいですね。えね謙虚さ、うん、そしてもうピッチ上で見せる、その挨拶だとかもすごいですね。あとはもう、セービング、コーチングもされることながら、うん、あとはキッキングですね。うんうん 1一区の正確性も素晴らしい、はいはい、そんな西川選手が堂々の1位ということになりました。しいいはい、はい っていう防御率と無失点試合数のお話でございます。ランキングでした。いろんな指標がね、評価指標がありますけど、素晴らしい経歴はいろんな角度から見れました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。面白くなると思います。これでよりありがとうございました。ということで、いろんな話題で見る若はね、うん、毎日やっちゃってるんですよね。ありますねぜひあのチャンネル登録、まだの方はしといてください。はい、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。お願いします。グッズショップとか、メンバーシップとかもやっておりますので、詳しくは、はい、そして2月3日はですね、 公円寺でトークライブをやりまーす。そのオンラインチケットも売り、り売りますので、詳しくは芸用、ゲーヨーリからお願いします。<laughs> お願いします。はい、上いえー、ミーでございました。えー、ニューミルク砂糖でございました。また。また明でございます。どうも、まあ、ありがとうございます。